ビタリー・プリマコフビタリー・マルコビチ・プリマコフは、ソビエト連邦の軍人、軍団長、赤軍大粛政における犠牲者の一人、ロシア帝国のチェルニゴフ県の小さな町セミオノフカで教師一家の家庭に生まれた。1914年に、ロシア社会民主労働党へ入党。第一次世界大戦中の1915年に、 チェルニゴフの守備隊に対し反戦宣言を行ったため、逮捕され、シベリア流刑の判決を受けた。1917年2月革命の間に釈放され、キエフでボリシェビキ委員会のメンバーとなった。ペトログラードで開催されたソビエト大会に代表として参加し、東急襲撃のための部隊指揮官の一人に選ばれた。プリマコフは、赤英軍部隊を率い、 ガッチナの近くで臨時政府側の総司令官、ピョートルクラスの府と戦った。ロシア内政が始まると、1918年1月、ウクライナソビエト政府の決定により、革命側のコサックを結集して、チェルボナコサック連隊を組織。1919年8月に、旅団長、同年10月には、第8期兵士団の師団長に任命され、 1920年10月には第一赤色コサック軍団の初代指揮官に任命された。プリマコフは内戦で果たした選考を評価され、3個の赤旗勲章を授与された。1個目は1919 19年11月にクルスク州ファッテジ近郊で白軍防衛戦の突破に成功した功績により、2個目はフメリニツキー近郊の戦闘における功績で、3個目は 中央アジアで起こったバスマ地方機の鎮圧における選考によるものだった。1923年に、老農赤軍の指揮要員高等軍事学術課程を終了。1924年から1925年にかけては、レニングラードの高等騎兵学校で校長の地位にあった。1925年、在下ソビエト軍事顧問団の一員として、中華民国に派遣され、 中国国民党軍の軍事アドバイザーを務めた。帰国後、第一狙撃軍団を指揮。また、駐在武官として、アフガニスタン、日本に赴任した。アフガニスタンでは1929年に、トルコの役人に変装して、元国王アマーヌラ・ラーハーンの福井をもくろむソ連の軍事作戦を手引きしている。1930年から1933年まで、 第13狙撃軍団の軍団長を務め、1933年2月に北カフカーズ軍管区副司令官、1934年12月には老農赤軍高等教育施設監察官に任命された。1935年1月にはレニングラード軍管区副司令官兼国防人民委員部附属軍事会議員に任命された。 ソ連中央執行委員会委員に選出された。ヨシフ・スターリンによる大粛清が開始されると1936年8月14日に逮捕され、トローツキストの反ンソビエト軍事組織の一味であるとして、拷問にかけられ、他の赤軍指導者について不利な証言を行った。1937年6月11日、プリマコフは死刑を宣告され、 翌12日に、モスクワで銃殺された。スターリン死後の1957年に名誉回復が行われた。生涯に3度の結婚歴がある。1930年には、ウラジーミルマヤコフスキーの妻だった、映画女優のリーリア・ブリークと結婚している。赤旗勲章3個、金星名誉武器を授与された。ありがとうございます。